194番です。この場所の電波の向き傾きを求めましょう。 A 点に山がありますから、 C 点はこの山によってこちら向きに下り坂になります。山のふもと向きに下り坂になります。一方ここに池がありますから、池に向かって下り坂になります。ここプラス 1×10 のマイナス5乗クーロン、マイナス 1×10 のマイナス5乗クーロン、絶対値が等しい電気量で、 A からの距離と B からの距離が等しいですから、この傾きとこの傾きは等しくなりますね。計算すればわかりますが、で合成するとここは正方形の対角線になります。計算しましょう。この値は距離が3ルート2ですから、 K×9×10 の9乗かけるこの2乗、18ですね。18分の 1×10 のマイナス5乗。これが山による傾き電波になります。この値は 0.5×10 の4乗です。それのルート2倍が答えですから、この E は5√2×10⁴ ニュートンマイクーロンになります。2番です。外力を加えて、その外力がした仕事を求めましょうという問題ですが、仕事の公式は QV です。電荷の電気量は分かっていますから、 V、 この V を求めなければいけません。 C 点から O まで、C と O の電位差がこの V です。どちらがどんだけ高いかというのが V になりますね。C 点の電位なんですが、ここは電位の式はこうですが、山による上がった分が K かけるこの距離ですね。分の9プラス1かける10のマイナス15乗と、池による下がった量、V イコール K かけるこの距離ですね、分のマイナス1かける10のマイナス5乗。合計はいくらになるかっていうと、山によって盛り上がった量と池によって陥没した量がこの公式からいくと同じ量になりますから、ここはプラスマイナス0ボルト地点の電位になります。これが C 点です。 O 点はというと、 O 点は山による電位上がった分、池による電位下がった分、距離が同じで、電気量の絶対値が等しいですから、ここが同じですよね。したがってここも0ボルトになります。よって0ボルトの地点から0ボルトの地点ですから、電位差が0になりますので、仕事は0になります。3番、 C に戻し静かに離すと、 P はこの電荷は動き出しました。マイナス電荷は動き出しました。ある点を2m/s で通過しました。この点の電位を求めましょう。質量はこれこれです。C 点はこちら向きに傾いていることが分かっています。だからプラスの電荷を置けばこちらの方に傾いて、電気力線がこう通っているわけですね。池の方に落ちていきます。この電荷はマイナスですから、山の方に上がっていきます。プラスに引かれて山の方に上がっていきます。電気力線の逆方向に上がっていきます。どこかを通過するときに2m/s になった。どこですかではなくて、ここの電位を求めましょうですから、C 点とその点を D 点とすると、CD 間でエネルギー保存則を立ててみましょう。3番です。C のエネルギーは、速さが0ですから、運動エネルギーは0です。位置エネルギーは QV ですが、V が0ですから0です。これが C 点のエネルギーイコール D 点。ここは2m/s で通過する点ですが、そこの位置エネルギーは QV。マイナス 2×10 のマイナス6乗クーロン、 V が分かりません。プラス運動エネルギーが1/2、 M が 3×10 のマイナス2乗、 V が2m/s。 このエネルギー保存則が成立します。ここからラージ V が求まります。
3.0×10 の4乗ボルトになります。